確かに感じるんだ。俺は奴を召喚獣ガルーダの力を使うことができる。奪った力を自分のものとして使えるってのか。一体どうなってやがる。何者だ。止まれ、そこを動くな。ここで何をしてる。やってやる。
て待て、俺だよ。なんだガブ、驚かせるんじゃない。驚いたのはこっちだぜ。まったく派手にやりやがって。こっち。それじゃあベアラーたちを逃がしたのはシドじゃないってのか。ああ、俺もクライブもそれどころじゃなかったからな。みんながうまく逃げたならそれでよしとしよう。よく誘導してくれた。いや、自分の仕事をしただけさ。それで火のドミナントは。きっとヤツもまだ生きてる。なあ、俺が探すよ。どうした。弟の仇ってのを聞いちまったからな。あんたの気持ちはわかるよ。俺の家族もザンブレク兵にやられた。カブ、じゃあな、兄弟。調子のいいやつだぜ。姉さん、しっかりしよう。大丈夫だ。私はどうすれば、どうすれば。街道までどれくらいだ。ここからじゃまだしばらくかかるぞ。きっとバルナバス様にも捨てられる。どうすれば、どうすればいい。姉さん、こいつは上玉だ。こいつはきっと高く売れるぞ。でも売り飛ばす前にちゃんと中身を調べておかねえとな。やめろ。おいで。もう大丈夫だ。信じなかったからなのか。壊れちまえ。シド、お前も感じたか。ガルーダ、あれは
タガが外れたか。どんどんでかくなってる。あたり一帯が巻き込まれるぞ。このままじゃ。俺は行く。なんだと。声が聞こえた。誰かが呼んでる。勘違いしろ。これ一体何のツケだ。どうなっても知らねえぞ。流行るなよ。ただの竜巻じゃない。あの中には召喚獣ガルーダがいる。おそらくあの竜巻は召喚獣の暴走。己を失ってしまったドミナントの末路なんだ。だとしても逃げるつもりはない。俺を呼んでいる。その影響だったのか。
そこから呼ぶ声が。やつだ。やつが火のドミナントだ。あいつが火のドミナント。13年前のあの日、俺はやつを見た。あの姿を忘れるものか。ダメ！シド！問題ない。トルガルもこっちだ。目の前に仇がいるんだろう。こっちのことはいい。行け！シノ！すまない。
化け物め。くそ、こんなところで、こんなところで死ねるか。
やめるんだクライブ。俺は今クライブだ。楽しくなったか。なんて力だ。クライブ。ずっと追ってきた仇が自分自身だったとは。わけがわからねえよ。なぜバルナバスを信じた？ベーナ、お前の望みじゃないだろう。こんなの。国王が自ら出てくるとは。ご出陣なさいますか、リオン様。もちろんだ。どうかご分を。Come on.
タイの再編を直ちに。ディオン様、不穏分子が北部の難民に紛れたのでしょう。コートでは被害が。父上、進行はどうされた？はい、つつがなく。ですがその対応に追われ、こちらへの増援は見込めません。問題ない、進行がご無事ならそれでよい。余がなぎ払えば済むことだ。出るぞ。俺が著者を。ようやくお目覚めか。まったく驚かされた。ガルーダの力を吸収した上にお前が火のドミナントとはな。ほんと見てて飽きねえよ。殺してくれ。俺がやったんだ。俺が殺したんだ。俺がジョシュアを殺したんだ。なのに俺はノーノーと生きて。頼む、俺を殺してくれ。殺せ、早く。死にたければいつでも殺してやる。だがな、ここにいる以上は俺の言うことを聞いてもらう。うちにはふぬけを養う余裕なんてないんだ。せいぜい役に立ってもらうぞ。服を着ろ。裸を見る趣味はない。それを着たら広間に来い。俺に何をしろと言うんだ。広間に来いと言ってたな。もう出歩いていいのかい？